えー、大津彩かが箱をゲットしましたので、えー、資金さえあれば大津彩かが参議院議員になる可能性が出てきました。えー、大津パパさん見てたら2000万円貸してください。2000万円貸してください。大津彩かさんが娘さんが国会議員になる可能性が出てきました。それ一本解説したいと思います。まずはですね、あの、昨日、丸山穂高が、あのー、なんだ。 添加物入ってない UCC のブラックコーヒーを飲み乾杯ライブやってましたけどそこでね大塚坂さんはもう、えー、もう終わってますよオわコこんですよっていう感じの配信をしてたんですけどそれを聞けば聞くほどあそういうことなのかなっていう風になってくるねこれえー、あの 次の参議院議員選挙近い選挙で国政選挙で、あのー、2%を超えないと民族党は、えー、国政政党と,として消滅するんですけど今のところ前回のガーシーの選挙の実績がありますんで消えないんですよだから普通であれば、えー、破産とかねその清算手続きに入った場合はあのー、回答して それから破産手続きっていう流れで扶養法なんかを見ればいくんですけどそれそれとなんかその法,法にあるフォーマットと違う動きをしてるんで多分誰もが予測できないと思うんですけどこのね、えー、誰もが初めて人類史上初めてのことだと思いますがあのー、あの 国政政党としての要件は失ってないんですよ。これだからあの参議院の広報担当とかもね嘘をついてるんです。ウ ikip エディアもそれを見てか知らないけど嘘。 ね、で、朝日新聞デジタルとか、まあ、そういうところでもフェイクニュースを流すわけ、ね、政党女性法上の国政政党の要件を失ったというフェイクニュース、だから多分総務省に確認してないと思いますが、ね、失ってないんですよ、箱あるんですよ、それを大津やかさん、ね、大津パパさん、娘さんがゲットしました、ね、これ、諸派で行った場合には、おそらくですけど、諸派でまとめられますから、えー、当然テレビとかにも呼ばれないんですけど、ガンガンテレビに呼ばれるんですよ。 大でガンガンできるんんすこれ箱をゲットしたんだねテレビでがんがんできます、でこれ、やることによって当然ですけど、票入ってきますからね、ね、えー、しかも制度制度国政政党の要件を残、えー、持ってますからね、ねそれの政党交付金をさらにゲットする、えー、国会議員になってその後以降もゲットする、そういうチャンスがあるわけ。ねで NHK 党はじゃあ単なる政治団体からスタートしますんでねまあ私はこれ、民族党も NHK 党も立花隆が握っているというふうに私,私は、ね、勝手にプロレス論者を思っていますがねこっちテレビとかでも扱うし、諸派党って丸、ままま、め込まれられないんですよもう国政政党なんで大津貨さんでバーンで選挙候補とかも全部全部民族党でいくわけですから。 ね、民族党の公認候補者はワンサが立てればね民族党でいくんですよだからこれ全然違うんですよ分、ね、か諸派というふうにまとめられないから民族がもう全面に、えー、民族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 になるわけ民民族つくってなっていくわけなんですよ、ね、で当然ですけど寄付の壁も150万の壁から撤廃されて多分政治資金団体もあるでしょうから明戸さんかわかんないけどそっちの方で作ってますからマックス2000万いけるわけでしょ 寄付もね、で企業と労組からも OK なんで寄付ねこっちダメ NHK とダメなんですよだからあの多分貸付スキームを使うと思うんですけど貸付スキームはかなりのリスクを伴う。 思うんですよだからだからそれをね貸し付けじゃないですねって捜査機関から見,見られたらかなり目つけられたらやばいことになって今もうそもそもが、えー、ねあの目つけられてるはずですから計画的に破産したんじゃないかって目つけられてるはずですからだから結構、えー、その大胆なことできないはずなんですよこっちはねでこっちはもう民宿で破産してますし大通になってますからいろいろできるわけね。 ってことは、ね、大津若さんが国会議員になるチャンスだってあるわけ、やり方ね。しかもですよ、あの団体同士のやつ、まあ団体同士だったら5000万までなんですけど、こっち、面倒くと無限大ですから、<laughs> いくらでもジャブジャブ使えるんですよ、国政政党っていうのは。だから、国政政党の箱っていうのは非常にでかいんです。ね。それを、ね、プロレス論者としては、それをミスミス立花先生が手放すわけがないんですよ、これ。ね。 ということは、来年の参議院議員で、えー、ね、あのー、国会議員を誕生させるような運びに持ってくんじゃないかと、その時に大津屋が国会議員になったら、もう絶対カシャンとかもないですし、<laughs> 大津屋がカシャン、ね、大津屋が豚箱へと私やってっても、絶対大津屋が、えー、カシャンにならないし、逆に私が豚箱に入れられるみたいな形になるかもしれないんですけども、だから、大津パパさん、2000万円貸してください。2000万円貸してくれたらもう、口張ってミッフピーです。 こんなチャンネル完全に削除します。お願いします。